OK です。じゃあ、ちょっとすいません。もう一つ失礼します。平泳ぎのストロークについてなんですけど、ルイさん、成人のレッスンで今回ストローク中心のレッスンで、練習組まれてるとは思うんですけど、そのストロークって、キャッチの部分だったりとか、書く部分だったり、リカバリーする部分だったり、それぞれなんかいろんな部品で構成されてるとは思うんですね。なんかその中でお二人がそれぞれ平泳ぎの、この例えば開くときが大事なんだよっていうのか、例えばリカバリーがポイントを握ってるんだよって、なんかその大事にしてる部分があれば、なんか教えていただければなと思うんですけど、いかがですかね。じゃあ僕からいきますか。これレベルによって変わってくると思ってて、例えばなんだろう、僕は現役時代の時に割とこの広げてから書き込む部分を大事にしてたんです。けど今世界で一番速い人を見てると、どうもそんなに書き込むことを重要視してるとは思えない。どちらかというと広げることを重要視してると思うし、多分やりたい泳ぎによって変わってくると思うんですけど、もし初心者の方がその平泳ぎのストロークで重要視するんだとしたら、書くことよりもこの前に出すリカバリーの部分で、リカバリーをその後のグライドの姿勢を作ってあげて、後のキックでちゃんと進むように気をつけてあげた方がいいと思います。で、キックで進んで、それだけじゃ物足んないという方は、やっぱ腕で進みたいと思うんですけど、そういう方は、例えば僕みたいにこの脇で締める部分を強力にしたりとか、世界一速い人を真似して、この少し広めに開くとか、あとやっていくといいんじゃないでしょうか。答えになってますかね、大丈夫ですかね。大丈夫です。そのリカバリーっていうところですよね。なるほど。じゃ宮あ本さん、お僕、願いし、ルイさんの後なんで、ちょっと、ちゃんとした内容にはならないかもしれないですけど、やっぱり、平泳ぎを得意じゃないから、まあやってこなかったっていうのもありますけど、その得意じゃなかった一つの理由っていうのが、足が苦手だったっていうのとか、自分でも分からなかったので、あんまりその僕の中で足に頼る平泳ぎってできなかったんですよね。そうなので、苦手な人の意見として、そのやっぱり腕で頼る。まあ、なのですぐ戻しちゃうと、やっぱり足がかなり重要になってきちゃうと思うので、僕なんかやっぱりクロールとかバタフライでやってきたこの運ぶっていうのを、平泳ぎだとちょっとタブーに近いかもしれないですけど、もうしっかり運んでしっかり戻すみたいなのをやってましたね。まあこれ僕と同じような意見で、やっぱ足わかんないとか膝痛いとかっていうのを無理してやられないようにするには、もうちょっと平泳ぎっぽくないけど運んじゃえっていうのも一つのおすすめなのかなとは勝なる手ほど、になる思っほておど。りますね。なるほど、いいと思います。僕もその足が苦手なタイプですから、やっぱり腕にね、頼ってで補うっていうのは分かります、すごく。もしよ。ありがとうございます。いろんな言い方が。すごいな、これすげえ曇ってくるな。私も最初からほぼ画面見てる。じじゃあ、ゃあ、できたはの。い。僕ほとんど今見えてないですけど、質問させてもらいます。なんかお二人もその水泳選手としての経験があるから、多分共感してくれると思うんですけど、練習しなきゃいけなかった時とか、この強制的に言い方悪いな、やんなきゃいけないような環境にいた時って、練習に対するモチベーションがあろうがなかろうが、結構やんなきゃやるしかないから練習行けたと思うんですけど、今そのなんだろう、強制力がない、自分でやるかやらないか決めることができる上で、かつモチベーションが上がんないときってどうしてます？泳ぐためのモチベーションが上がんないけど練習しなきゃいけないっていうときは、どう乗り越えてるかをちょっとお聞きしたいです。山さんからでいいですか？いきますか。確かにその、まあ、今、ルイさんが補足で言っていただいた通り、子供の頃はもうね、行くしかないというか、まあ、そういうところがあるので、あんまりその考えてこなかったところあるんですけど、まあ、僕今でもやっぱ筋トレはちょくちょく行くので、まあ、行くかどうかもう迷ったら、家のドアを出てからもう歩きながら考えて、結果的にジムに着くみたいなことをやってるので、もうね、行くかどうか迷ったら、まあ、行きながら考えて、行きながらそれでも嫌だと思ったらカフェで帰るとかでいいとかなと思って、とりあえず外出てみるっていうところは、僕はもう台風とかじゃない限りはおすすめします。気持ちが出ないのであれば。すごい、でも分かる。なるほどな。例えばそれが A さんだとしたら、モチベーションが上がらない方が A さんだとしたら、その、なんかしっかり全部こなさなきゃいけないんだろうな
そのあ行かなきゃなって思えた自分をまず評価するべきだとは思います。その行って何かをしっかりやって帰ってくることが多分その方の評価の基準だとは思うので、その小さな小さな本当に水着に着替えたぞでもやる気はない、でも水着には着替えたっていうところのその小さな評価ってすごく自分自身で大事だと思うんですよね。だからなんかモチベーションが上がらないっていうのもなんか結果を大きく見すぎちゃってるのっていうの、本当に宮本さんおっしゃったちょっと玄関出て一歩踏み出せたっていうところももうプラスだと思いますし、そういうなんかちっちゃなあの自分で加点していくことが重要なのかなと思うの。なんでモチベーション上がらないのかと、上がる時との違いを探すといいのかなと。なるほど。上がる時ってなんか僕もそうですけど、僕めっちゃ上がったり下がったりするんで、上がった時の要因と下がった時の要因ってもうほんと細かく調べて、その下がった部分をもう徹底的にカットカットカットしていけば常に上がってんだろうなと思ってるはずなんですけど、やっぱ上下はしますよね。でもやっぱり上がった時はどんな時か、下がった時はどんな時かっていう、多分ある程度自分のなんか習慣の中であるとは思うので、そこ見つけてあげるといいのかなとは思います。ありがとうございます。そうなると、はい、まず行動してみてから考えてみる。で、どうしても乗らなかったら、それはそれで OK ってことで、うん、で、そもそも行動を起こしたことを自分を褒めてあげる。で、うん、上がる、モチベーションが上がったときと上がってないときのその理由をそれぞれ出してみて、上がらない方をカットしてみると、うん。なるほど、ありがとうございます。でも、なんで上がらないんだろうって考えるだけでもプラスじゃないですかね。なるほど。うん、分かんないですね、僕もなんでか分かんないけど、ああ下がってるわで流してるわけではないので、やっぱり上がらないんだろうって悩むと、ね、解決に向かいます。すげえ曇りだ、しかしありがとうございます。僕からは以上です。はい、ありがとうございました。あの今回も、ね、簡単に告知をさせていただければと思うんですが、辰巳が、ね、あの10月から空いておりますので、今まさに、ね、SMC 僕ら3人の団体でレッスンをスクールを、ね、やらせていただいております。もう11月も12月も1月もすべてあの予約を取り終えていますので、ぜひホームページをご確認いただければと思います。辰巳の方は主に大人の方対象にしてます。で、三鷹の方では子供の方やらせていただいてます。三鷹の方は12月まで告知させていただいておりますので、ぜひこちらもホームページを見てみてください。で、簡単にあの日程なんですけれども、11月は、まあ、1日15日22日29日の、まあ、全て月曜日で、ちょっと時間が変動するので、担当も我々3人でちょっと違う日に行って、また違った内容をお届けするので、そちらもあのホームページで確認していただければと思います。で、12月は、6日と13日と27日これも全部月曜日で、それぞれの担当が、伺わせていただきます。で、年末に12月29日は我々3人行かせていただいて、皆さんの英法のチェックシートをお渡しできればという、なんかちょっとイベントをご用意してますので、ぜひご参加ください。で、さらにまた参加いましたね。1月は、17日と27日と31日月曜日3回、これもあのそれぞれのコーチが行かせていただきますので、ぜひ、お越しください。で、もう一つあります。はい、ジュニアレッスンですね。三鷹スバルの、総合スポーツセンターで12月の11日と12月の、18日に、3時から15時から16時半で、ジュニアレッスン開催しますので、こちらもあのご興味ある方はぜひ、ホームページよりお申し込みお願いします。わからないことあれば本当気軽にあの成人の方も子どもの方もあのお問い合わせいただければと思います。僕らがやってる SMC という団体の多分レッスンに参加してもらう利点というか、僕ら SMC の特徴というのは、多分いろんなコーチが在籍していること、まあ、いろんなコーチってまだ僕ら3人だけなんですけど、今後も多分僕ら3人でやりつつ、いろんなコーチを増やし、いろんな仲間を引き入れて、もっともっと大きな団体にしていきたいと考えています。で、今日はこのコーチのレッスン
次はこのコーチのレッスンというふうにいろんなコーチのレッスンを楽しめるのが魅力の一つなんじゃないかなというふうに思ってますので、今後とも僕ら SMC のレッスンをよろしくお願いいたします。現在レッスン受付中でございますので、ご興味のある方はこの動画の概要欄よりリンクに飛んでみてください。お待ちしてます。お願いします。お願いします。お願いします。